やられた仲間を復活するリブート版が新しくなったって本当なの？そうそう、機能もだけどクワガタの角みたいなのがついて見た目もリニューアルしたみたい。うん、テンション上がる。ピンクバリーだ、早速見に行こうよ。レッツゴー。イエーイ。本当だ、バッチリ角がついてるね。あれ、思ってたのと違うけど、これはこれでいった。見た目も変わったけど機能も変更されたんだよね。前までは復活したらこのバスの上から登場したでしょ。そうそう、敵に待ち伏せされたりストームの外で復活したら走るの大変だったな。それがなんと、てってれー、空から飛んで復活するようになりました。エーペックス？飛行機から飛び降りるやつじゃないの？飛行機からは飛び降りないから。飛行機からは、あー、じゃあセーフか。セーフに決まってるでしょ、消されるよ。いやいや、やばい、これはパクリでもなんでもないからね。そうだそうだ、よし、これでオッケーと。バナナくん、どんな感じで復活するか見たいよね。まあね。仕方ないな。おい、何しようとしてるの？ピンクバリーだ、ピンクバリーだ。あれあれ、フレンドリーファイヤー。ファイヤー、おやもち。さあバナナくん、復活させてあげるね。なんか納得いかない。復活、シュッパー。おう、時空の裂け目から飛び出してく。やっほーい。思ったのと違うんですけど。おやもち、ここは激戦区になってるね、気をつけて。バナナくんどうした？何か忘れてるような。おやつのバナナだったかな。もも食い。あ、そうだ、トマトくん、トマトくんを復活させるの忘れてた。あ、そういえばトリオだったね。早く復活させてあげようか。早く復活しないかな。激戦区での復活マジで怖え。このウィーっていう音も敵にバレそうで怖いんだよね。おいおいおい、まだ復活しないの？今シーズンからは2人で手をかざせば早く復活できるみたいだから手伝うね。お、そんな機能が。これでトマトくん復活だ。え、復活しないんだけど。早くして。バグってるんじゃないの？敵が来る。あれ、そういえばトマトくんのカード取った？え、ピンクバリーナが取ったんじゃ。トマトくんのカード消滅まで。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価をターン。